ニューハンプシャー州でのエピソードを紹介しましょう。私はロムニー氏と一緒にスパゲティを会食する集会に参加しました。スピーチが終わってロムニー氏が私の前を早足で通り抜けたのです。その時私はロムニー知事、アイオワ州での勝利おめでとうと声をかけたのです。するとロムニー氏が振り向いて私のところまで来てありがとうと言って握手をしてくれました。実際はその後で票の数え直しが行われて、ロムニー氏はサントラム元連邦上院議員に敗れ2位になってしまったのです。しかしその時のロムニー氏の笑顔は今でも忘れることができません。ミシガン州でのエピソードを紹介しましょう。ロムニー氏は4人兄弟です。お姉さん、お兄さん、そしてロムニー氏です。ロムニー氏は末っ子なんです。上のお兄さんの名前はスコット・ロムニーと言います。スコット・ロムニーのお兄さんの娘ロナがロムニー氏の選挙対策事務所でロムニー氏を私に紹介してくれました。ロナは非常にロムニー氏に敬意を払っていました。ロムニー氏は偉大なるおじなのです。一般にロムニー氏は人を引きつけないと言われています。私と会話をした時も目線が合っていませんでした。